いどうも、関西クラクラクラブのコミです。さて本日でですね、フォックスフォックスゼロさんからの動画も、最後という風になりますが、本日の、テーマはボーラーですね。ボーラー結構ね、使ってる方やっぱり多いユニットだという風に思うんですね。まあ、私もかなり愛用していて、ボーラーをね、入れた攻め方っていうのは、まあ、いろんな場面で、まあ、手この手品を変えやってるんですけども、本日お話ししたいボーラーの使い方っていうのは、使い方ではないかな。どんな村にね、ボーラーって割かし刺さりやすいのっていうのを、今回のね、この対戦を見ながら、めちゃくちゃ感じたことあったんですね。それをね、ちょっとぜひ、皆さんにお話しさせてもらいたいなというふうに思っていて、この動画撮ってます。ちょっとね、まあいろんなご意見あると思うんですけど、見てみてもらえたら嬉しいなというふうに思いますので、ご視聴いただければと思います。合計でですね、3本見ていきたいというふうに思います。で、1本目と2本目は、自分の今の仮説の検証で、3本目も検証かな。まあ全て検証みたいな動画になるんですけども、前回2本、前回じゃないもの1本になります。で、本当はね、前回、てか、ボーラーがちょっとミスっちゃったものを欲しかったんですけど、今回皆さん上手くてですね、ボーラーあんまりミスってないんですよね。なんで、これは失敗だよね、みたいなのが取れませんでした。素晴らしく上手すぎたってことですね。で、何がポイントかっていうと、これなんですよ。これです、この状態。わかりますかね。ボーラーがですね、ターバンになってるんですね。見えますこれ。ほら、こんな風に、ちょっとバチバチして申し訳ないんですけど、画面が。ボーラーを使う時の非常に大きな注意点っていうのは、ボーラーを密集させるっていうことなんですね。密集させないと、ボーラーたちってすぐやられちゃいます。見てください、これ。今、中心部に入ったボーラーが1センチ散りましたよね。例えば、ここに1体いたりとか、ここにも1体いたりとかして、散った瞬間に、8体くらいいたボーラー、ここまではものすごい数いたボーラーが、ここに入った後に散ってしまって、あっという間に消えちゃったっていうのが分かったと思います。まあ、今回のね、あなたさんのこのアタックは、まあ、中心部この辺を一気に破壊することが目的のボーラーだったんで、散ってしまって、まあ、良かったというか、まあ、ここら辺に入った後はもう散らせることを前提に、入れていってのボーラーだったんでね、全然失敗ではないというふうに思ってるんですけども、まあ、言いたかったのは、ボーラーが散ってしまうとやられてしまうってことなんですよ。つまり、序盤にボーラーが散ってしまうような出し方、散ってしまいがちな村 にボーラーを使ってしまうと、ボーラーがあれ全然仕事しないぞっていうことになっちゃうと思うんですね。これがね、今回私、本当に今更ながら改めて、気づいて共有したいというふうに思った点です。ちょっとね、別の動画でもね、この話見ていきたいというふうに思いますね。2本目いってみましょう。2本目はですね、飯高山のぼれさん。これかな？違う、これですね。はい、見ていきましょう。この配置です。見てください、これ。壁が全然、この辺とかこの辺とか、こういうの、みんな細かく仕切られてますよね。で、こういう細かく仕切られてるところって、なんだなんだ、ちょっと、ボーラーがね、足止めされちゃうんじゃないのっていうふうに思って、使いたくないような気になる方多いと思うんですよね。でも、実はそういうところだからこそ、ボーラー生きるんですね。逆になんですよ。反対に、こういうところに壁がない、こういうところにボーラー出しちゃうと、あっという間にバラバラに行っちゃって、全部すぐやられちゃうんですね。で、目的のね、仕事っていうのがやりきれないなんていうことが起こっちゃうんですけど、こういう狭い区画に入れることによって、ボーラーたちが密集して、やられる前に相手の施設をやってくれちゃうんですね。で、なんでやられる前にやれるかっていうと、ここね、見てほしいんですよ。一つはまず、ペッカがちゃんとターゲットを取ってるっていう点ですよね。単発施設のターゲットはペッカが集める。で、さらに、後ろからヒーラーが入ってきてますよね、ヒーラーが。このヒーラーが、束になったボーラーを回復させてるんですよね。わかりますかね？ボーラー束になると結構いいコストになるじゃないですか。ユニットコスト。1体6枠なんで。それが3体重なれば18枠。5体重なれば5、6、30枠のなわけですよ。で、8体いたら、8、6、48かなっていうコストになってくるわけなんで。
すごいね、そこに大量のコストが集中するから、ヒーラーの回復ターゲットになるわけですね。で、ターゲットになったらヒーラーは、そこを回復する。さらにレイジを、おそらくね、ボーラー使う場合って皆さん打つと思うんですよね。レイジプラスボーラーってすごい破壊力あるんで。ヒーラーが回復力を増して、レイジに乗っかってね。で、さらに束になったボーラーを回復する。ボーラーは束になってまた前に進む。この繰り返しですよね。で、あっさりと、手強そうな施設っていうのをバッコンバッコン殴ってね、全開まで持っていってしまうっていう、ものすごいパワープレイができるアイデアだと思うんですよ。これね、ものすごい本当重要だというふうに思うんで、ぜひぜひね、ボーラー使う、攻めを考えている方は、相手の施設っていうのがジャンプを使ったりなんかしながらでも、ちゃんとこう、なんていうのかな、限定した範囲にボーラーを誘導できるのかなっていうところをね、すごい意識してもらいたいと思います。で、ちょっとね、序盤だけもう一回話をさせてほしいんですけども、これね、ボーラーが入ってくるところをね、ちょっと見てほしいと思うんですよね。で、どんな風な、ルートでボーラーが歩っていくのか、そこをね、見てほしいんで、ちょっとね、ここ、すいませんが、序盤のところは、早足でね、行かさせていただきたいと思います。ボーラーがね、出てくるところら辺で、スピードダウンして見ていきましょう。さあ、来ましたね、ここ。まずはここですよね。ボーラーが出てきて、ちょっと止めますよ。見てほしいのがここなんですね。今、ジャンプの呪文を打ちましたけども、このジャンプって、ここにユニットが入るように打ってるんですよね。つまり、ボーラーは、まずはここに集まりますよね。ここに。こういう風に入ってきますよね。そうすると、束になるんで、見ててください。これ、束になるんですよね。このボーラーたちが。こういう風に入ってきて、ここで束になるんですね。こういう風に。束になって、その真上にヒーラーがいるんで、どんどん回復する。で、さらに今、ジャンプの呪文2個目打ちましたよね。1個目のジャンプで、ここまで入りましたと。次のジャンプ、ここに打ってるので、どうなるかっていうと、ここに入るんですね、ここに。こうなるわけですよ。ここにボーラーたちが集合するような意図を持ったジャンプなんですね。これって、なんでね、ここに打たないのとか、ここに打たないのっていうのは、そういうことなんですよっていうのが分かんないと思いますけど、広げないためなんですよ、ボーラーを。必要以上にね。広げすぎちゃうとボーラーが逆にやられるので、束になって動くような場所にこう打っていく。これ見てください。ちゃんとヒーラーがボーラーたちの上にこう走ってついてますよね。ここにボーラーいるの分かりますよね、こういう風に。ちょっとね、何体かこう上に逸れちゃって、こう壁に穴開いちゃったのかな。で、そこにボーラーが行ってしまってますけども、これ、入ったボーラーたちはあっさり全滅してますよね。逆に下側に入ったボーラー、まだ1体ですけど生きてますよね。まあ、この違いなんですよ。この1体がでもでかくてちゃんとイークル砲壊してますからね。こういう違いが、生じてくるっていうお話で、もう一個ね、ぜひ、今の話がもっともっとよくわかる動画があるんで、これもね、ご覧いただきたいというふうに思います。こちらですね。ちょっとね、残念ながら時間切れで前回取り損ねちゃったんですけども、ユウさんのね、このアタックも、ボーラーのね、使い方が本当にお見事なんですね。ここに入れるんですよ。ここに。どうやって入れるか。簡単なんですね、これ。ウォールバスターを突き刺すだけです。ちょっと見ててください。でもそこに入ったボーラーたちが、ヒーラーと一緒になってどういう風に暴れるのかっていうところをね、この動画の中から、ぜひご覧いただきたいという風に思いますので、注目してください。いきますね。今、まずペッカとグランドウォーデンでサイドカットしていきますよね。で、先に、ジャイアントを出してます。これは、ウォールバスターをね、ここまで到達させたいんで、ジャイアントでターゲットを取っておかないと、まあ、ウォールバスターにダメージが入っちゃって、途中でね、倒されちゃう。まあ、それを心配しての、ジャイアントになります。で、もう一個言うと、後から出すボーラーたちね、ジャイアントがマルチインフェルノタワーさっきあったけども、そのターゲットを取ってくれることによって、ちゃんとね、序盤で、マルチにやれたりしないで、ちゃんとヒーラーの回復を受けるところまで進むって話なんですね。ただ、そんなこと言ってるうちに全部突破しちゃいましたが、見てください、これ。ヒーラーがボーラーをずっと回復してるの分かりますかね、こういう風に。ここにいるバーバリアンキングじゃないんですよね。ボーラーに向かってこの回復打ってるんですよ、こうやって。わかりますかね、ボーラーずっと追っかけてますよね。なんで、ここまで来ても、ペッカが先導しても、束になったボーラーの方を優先して回復していて、最後の最後、この広い区画までボーラーが結構な量残ってね、到達してるわけなんですね。で、見ての通り、広いところにいた瞬間にボーラーあっという間にこうやられちゃうんですよ。
あるいはあれよ あれよという間に広がって、イーラの回復ターゲットが別の、高コストのユニット、今で言ったらヒーローですね、こいつらに移っちゃってボーラー回復しなくなっちゃうんですね。束になってないからです。これ束になってないところにはボーラー、ごめんなさい、束になってないボーラーにはヒーラーのターゲットがいかないので、こんな風にやられちゃうわけなんですよね。で、逆に束になっていればそこにボーラーが、ヒーラーが回復のターゲットを持っていくので生き残ってレイジーに乗っかって、まあ、さっきの話ですよね、どんどんこう突き進んでいく、このいい相乗効果のサイクルが生まれるわけですね。さあどうでしょうか。まあ以上がね本日お話ししたかったことになるんですけども、ちょっとねどうでしょう、私のお伝えしたかったことが伝わっていればね本当嬉しいなというふうに思います。まあ残念ながらねこのアタック時間切れで全開ではいかなかったですけども、非常にね惜しいアタックだったっていうのは、序盤のねやっぱりボーラーたちとヒーラー、このねコラボレーションを綺麗に作り上げたユウさんのまあプランニングとその実行力、光ったアタックだったかなというふうに思います。はい、というところでね本日は失礼したいというふうに思いますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴をどうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。バイバイ。